ディーラーに配備され始めた新型プリウス、私も1台お借りいたしました。日本刀のようにスタイリッシュな外観と、ロケットのような内装、外観を取る時間も場所も確保できませんでしたが、そういうのは他の YouTuber の仕事。横一本のテールランプ、面接で御社っていうみたいに、どのメーカーも1車種は出す決まりでもあるんですかね。スパッと切り落とされたテールエンド、後方の乱気流も抑えられていそうです。でトランクを開けてみて真っ先に思ったんだけど、角っこが指に刺さるような形状してるんだよね。丸められてはいるけど、危なくね。リアシートを倒すとフルフラットになります。昼休みや長旅中に、車内で寝たい人には大変便利です。スペアタイヤ、いやー素晴らしいですね。ボンネットの中は、エンジンカバーが取り払われ、配管が少し変わったのですね。ご丁寧に、ハイブリッドリボーンと書かれてるな。実はこの車、新車からまだ500キロです。タイヤは前後とも、19550R19 のブルーアース。スタッドレスじゃない点は優位。というわけで走り出していくのですが、着座して真っ先に思うはずです。見にくいと、車両の感覚を異常につかみづらい気がして、左右どっちを見ても、このぶっといピラーがクソ邪魔です。そのうち慣れますが、歴代最強クラスで、初見さんに不親切な車になっちゃってますな。これは排気量2リッターのモデルだけど、ダラダラ踏んでる分には、わずかにエンジンのトルク感が増えたかな程度。でも踏み込んでいくと、これは2リッターターボか?そう思わされる加速をします。横幅は1780ミリ、先代よりわずかに大きくなりましたが、こういうところのすれ違いは、数値よりは窮屈。それにしてもこの運転席、ハンドルとメーター周りのデザインも、寝ているフロントガラスも合わさって、ロケットみたい。踏んだらむっちゃ速いし、遊びが少なくて初期からクイックに動くし、速い車に乗ってる感がある。これが借り物じゃなかったら、完全に走り屋やってるところだった。というわけで新車から500キロのレンタカーなのに、泥だらけになりそうな狭いところに来るという。そりゃそうだ、今日は不幸にも日曜日。人が多いところじゃ、試したいことも試せない。所詮は1780ミリなので、タイヤがどこにあるのか意識すれば、すれ違いも普通にできるようになります。ただねー、視界が絶望的になっちゃって、フロントノーズが長いような感覚なんだよね。市街地で乗りやすいかと言われると微妙。これまでだって空力的に理想な形状のため、視界は犠牲になってきたけど、今回はちょっと、攻めすぎじゃない?ちょっと大きくはなったけど、コンパクトカーサイズではある。慣れる。でも、やっぱりこの形を運転させるのは不親切すぎる。ノリで走ってたら、実はかなりスレスレだった。そんなことが頻発するのはなんでだろう。白くてシンプルだけど、なんか見づらいナビ。風で草木が揺らいで、ソナーが誤作動して邪魔してくる。おい、草。懐かしいな、R35 にもあったよなこういう現象。というわけでいきなりですが、エンジントルクと小柄な車体を活かして、ガンガンにヒルクライムをしていきましょう。動画の構成について悩んだ結果、最初に街のリフィールを述べるより、まずスポーツ仕様と決めました。このプリウスのステアリング、かなり切れます。研ぎ澄ましたナイフのようにシャープです。そして加速もむっちゃ速い。ベタ踏みしていくと、2リッターターボと区別がつかない加速感でガンガン伸びる。言いづらいんだけど、軽いノリで踏んでたら、ポンポン100キロ出ちゃいます。従来型なら絶望的に伸びていかなかった上りの急坂を、スープラの SZ 系のように駆け上がっていく。速すぎないけど事故るには十分すぎる。免許取ったばかりの若者には、こんなの買い与えられない。なんだ今のハンドル操作は。このプリウス、後で愚痴るけど、足がむちゃくちゃ硬いんですよ。それに合わせてスタビもガチガチに強化、ほとんどロールしないです。挙動が完全に2リッターターボのスポーツカー。走りや追い回せる、ノーマルモードとパワーモードで、ハンドルのセッティングも変わるんですよ。切れば切った分だけ、ぐいぐいとインに切れ込んでいく。ロールの収束が早いから、そういう動きをする。でもなんか、センターのところだけ重いから、旋回初期の切り始めだけ、なんか接続が安定しない感じになっちゃう。じゃあノーマルモードはどうかというと、軽すぎて、段差を越えただけでハンドル動いちゃう。遊びがあるから舵は取られないけど、一長一短というか、これは適宜切り替えて、最適なものを探る楽しみがありますな。パワーモードだけじゃなく、インディビジュアルモードもあるから、ハンドル一つ取っても研究要素だ。動画内の手さばきで察しがつくと思いますが、ステアリングと打角の比率的には、まあ普通って感じです。もうちょっと少ない打角で、フロントが大きく切り込んでくれた方が、こういう道も楽しいんじゃないかな。なんというか、フロントのアライメントは、トーアウトになってるっぽい動き。
ハンドル振れば、初期から頭が入る。でも前側のスタビの方が強いからかな。横方向に荷重をかけ切った先で、フロントのロールが突っ張るような感じ。ロッキーの時も同じような動きをしましたが、アンチロールバーだかスタビライザーでもって、アンダーステアになるように仕上げてますね。でもなんというか、加速に移っている時、突然まっすぐに戻ろうとする気がしたんだ。シャープな加速とクイックに切れ込むステア、これから愚痴る硬すぎる足。これでスポーツマシンとしての過激さを出したわけか。でも、GR 系統のマシンのような、全体で調律されてるような動きではないんだよね。そうは言っても一般人にこのレベルは十分すぎるだろ。早すぎて危ないレベルだぞ。1.8 リッターや PHV はどうか知らないけど、この2リッターも出る、もうエコカーじゃないんですよね。やろうと思えばエコもできる、加速が激速になったスポーツマシン。いやむしろ、スープラの SZ を、FF でハイブリッド化したらこうなる。そんな感じの車だよ。タイヤから音が聞こえてくるくらい攻め込むと、やっと荒削りなところが見えてくる。スポーツマシンとしては86以上の刺激。自転車に突っかえてしまったし、あれだけ上りを飛ばしていたのに、なんか元気な86に追いつかれたので、せっかくだし追いかけましょう。おいおい、かなり攻めるな。危なくてついていけないぜ。86でもランエボでも WRX でも、その気になれば追い回せますよ。左折して帰る予定だったのですが、面白いことになりそうなので、このまま追いかけてみます。狂気的な爆走で逃げるかと思ったら、ほどほどなハイペースクルーズしかしてくれませんでした。おいおい、その黄色信号突っ込むのかよ。縁がなかったな。そう思っていたらすぐ先の信号機で引っかかってたので、約12秒遅れで追いかけます。さっきもちらっと言ったけど、リボーンプリウス、左右確認をするたびに、A ピラーが視界の 30% くらいを遮ってくる。運転席とフロントエンドまでも遠いんでしょうね。住宅街の路地で、頭から出る場面も、気をつけていかないとリスクあると思う。センターラインもなく、路面も荒れた区間。このままダウンヒルに入っていく、車重の重さに引っ張られる、ドンジュー FF なプリウスでしたが、実はダウンヒルこそ楽しめるんですよ。というのも、車重とロングホイールベース、弱アンダーなセッティングゆえ、驚異的な安定性で、タイヤをしっかり路面に押し付けて、タイヤグリップを、左右方向に使い切る。細い横幅を活かし、そうやって駆け抜けていけるんですよ。持ち前の加速力で、対向車が来る前にパスしようか悩んでいたら、電光石火で譲られてしまったな。リボーンプリウスになっても、その強みは健在。見えてる範囲なら安全に行ける。タイヤグリップを感じながら、思い切りタイヤに荷重をかけていけ、カーッという音がタイヤから聞こえる。それくらいの領域で、どっしり安定して駆け抜けられる。前後方向に減速を入れるところ、ブレーキを抜いて、ハンドルを切り始めるタイミング、ロールさせる時間、インに着くタイミング、次のコーナーへのアプローチ、全部制御下に置ける。重いけど、その重さでタイヤを押し付け、驚異的な安定性を生んでいる。タイヤが鳴るような領域まで攻め立てても、フロントがちょっとアンダーっぽくなるだけ。その動きが変わらないからこそ、限界に挑んでいける。ブレーキフィールもかなりいいんですよ。初期は普通なのに、ギクシャク感なく、かなり強い制動力を立ち上げられる。前を塞がれて863は不満でしょうが、おかげさまで、リボーンプリウスの操る楽しさを、フルに伝えることができました。さっきちらっと言った通り、GR のチューニングが待ち遠しくなる。まだそのレベルでしかないんだ。全体の調律がわずかに取れていない。そういう進化の余地を残しているのに、こんな世界で駆け抜けられてしまう。ああ、この車借り物なんだよ。自分のだったら、前に出してもらってから、86とダンスパーティーだったのに。つまりだ。このプリウスは、GR86 やスープラと、同系統の車として乗ってしまうということだ。エコ？それは平地の移動時や、詰まった時の話。よっしゃ踏んでいこうと思ったら、対向車線にパトカーが見えた時、エンジンを切って流せるということ。モータートルクが PHV ほど大きくないからか、エンジンを切ったままモーターで転がして燃費出す。そういう走りは、先代の PHV ほどは使えないな。単純な燃費性能で比較すると、そこまで大きな変化はないのかも。さっきも言った、エコとスポーツの両立。この場合のスポーツというのは、重さと安定性を活かして、タイヤグリップを使い切れるということ。エコカーの代表格だからって、燃費だけが進化じゃないんだと。というかこれ最初に撮った映像なのですが、なんかステアリングアシストが働いて、ハンドルを持っていかれるんですよね。左カーブの途中に歩行者さんがいたから、かわしたタイミングでアクセルを抜いて、V の字のラインで戻るんだ。ステア操作へのマシンの追従性は、くねくね道を流している程度でも、大きな違いとなって現れます。
というかクラウンクロスオーバーの時もそうだったんだけど、ステア操作だかクルコンだか、自動運転アシスト系、どうなってんの？クルコン操作ボタンのところにもあるし、メーター内の設定ページのところにもあるし、カーナビ内にもそれっぽい項目があった。車線逸脱防止装置、どうやって全オフするんだ？最終的に切れたっぽいけど、どのタイミングだったのか、いまいち覚えてないのよ。そういえばクラウンクロスオーバーもこのプリウスも、クルコン使用時に、前車に追従するかしないか、選べるようになりました。だから何？というとですね、例えば深夜の高速を110キロで流してる、95キロで走ってるトラックがいる、どこかのタイミングで追い越し車線に移るわけですが、近づきすぎると、勝手に減速始めちゃうんですよ。かといって遠すぎると、追い越し車線塞ぎになる、ペダル操作不要で楽なのですが、自動追従式クルコンには、そういう弱点がありました。切り替え可能だと助かる場面もあるが、そもそもどう使うのかわからないんだもんな。さて、今のところこのプリウスの最大のボトルネック、足の硬さについてです。バネレートも減衰も、ガチガチすぎます。軽い段差くらいなら、遠くてコツンと抑え込んでくれるんです。ダンパー自体は動いてくれるのですが、そもそもストロークが短すぎて、吸収できずに揺れが体にダイレクトヒット。さらにひどいことに、急加速しながらコーナリングをしていると、ジャンプしてしまいます。取ってなかったけど、本当に飛んだんですよ。浮いている間、タイヤが路面とグリップせず、タイヤ2本分ほどアウトに横移動しました。路面のくぼみが視界に映るたび、ああ、また跳ねるのかと思ってしまう。スタビも効かせすぎてるんでしょうか。片側のバネが段差を踏んで縮められた時、なんか反対側も引っ張られて動いてる？いくらスポーティー感が出るとはいえ、これは許容しがたい硬さです。こんなの通勤の足にするなんて無理。あと、クルコンシステムのせいなのか、モードによるものなのか、検証できなかったけど、回生ブレーキの効き方が、状況によって違うんですよ。動力に対する制動力の立ち上がりが、特に前の車に合わせて減速していく場面において、かなり変動するんだよな。クルコン設定は切ったと思うのですが、何なんでしょうか、よくわかりませんでした。あとは内装、おしゃれかつ革新的に作ってあるけど、素材そのものはプラスチックですな。まあこんなもんだよねと思えるレベルだけど、内装に高級感はないです。ミラーのコントロールだけ、レクサス照準っぽいですな。レクサス照準。あとは、左手のアームレストとして使うことになる、センターコンソール、素材硬すぎ。あれ？スマホをキッパにしてたっけ？そのレベルの硬さです。あとはシートが体に合わなかったですね。お尻のちょい上、腰のところが、どうやっても密着しなくて、常に背骨が曲がってる感じ。これと足の硬さによるダブルパンチで、たった4時間で、我が PHVGR の、長旅12時間分以上に体が疲れた。実はこの動画、土曜日の夜9時に出発して、寝ながら下道を12時間走って、4時間だけ試乗して、日曜の夕方に隣の漫画喫茶で編集して出してるぜ。何を言ってるのかわからねえと思うが、私はこのまま、日曜の深夜に東京に行って、3から4台はなんか乗って、あわよくば下道で帰ろうと思う。重さを快適性に変える、GT カーナプリウス PHV、モデルチェンジによって足はガチガチになり、そんな要素なくなってしまったのか、乗り換えをちょっと検討していたのですが、この硬さと総合バランスなら、最低でも GR は待つかな。見た目からしてミサイルさせない。なんて言ってる視聴者さんはいたが、この形状、マジで運転しづらいぞ。そんなところで、言いたいことは一通り言えました。だらだら流してるだけだと、すぐに特別感が薄れて、平凡な車になっちゃうんですよね。そんなプラスチックの車内で、強い衝撃ばかり食らうのが、通勤時間の中身になると思うとなぁ。というわけで、もし GR が出ることがあったら、また試乗車を探そうと思います。乗ったことないのに例えに出した、SZ の方のスープラも気になってきたな。はい、ご視聴ありがとうございました。